ということで、三ヶ橋駅に到着しました。まあ、結構大きな駅なので、まあ、ぜひ、ご飯も、一緒に探したいと思います。では早速、街の方に、声をかけてみたいと思うんですけども、いらっしゃるかな。こちらですか。万太郎、これ肉やね。居酒屋さんじゃないですかね。これね。ちょっとなんか軽くつまめるやつが。そうですね。いいとは思うんですが。店はあるけど、居酒屋が多い。なんでもかんですね。駅の中にあったかもしれないですね。もしかしたらね。あそこ戻って、駅の中見てみますか。そうね、なんかなさそうやね、こっち。ちょっと帰りが大変なので。うん。すみません。こんにちは。どんな風な？なんでもいいんですけど、まあ、この辺なんで、団地とか、店やってる。この辺って唐揚げとか有名ってするんですかね、中津。唐揚げね、まだ居酒屋さんしてないでしょ。ああ、してないです。この前、ボンボコじゃないですか、チェーン店が、はいはい、昼からもう夜まで居酒屋ですけど、でも唐揚げみたいなのありますよ、ね。ああ、思うんですか。はい、いろんなの出ますね。はいはい、はい。はい、もつ鍋も食えるし、はいはいはい、居酒屋さんやけ、それ昼もやってる居酒屋さんです。飲食屋さんはないですよね。近くにはないですね。やっぱ車で。そうですね、ちょっと車で行って国道沿いとか。はははは。あともう蕎麦屋さん、ラーメン屋さん。ああ、蕎麦やラーメンもあるんですね。蕎麦屋さんあるんですか。そっちこのもう一級屋さんっていう蕎麦屋さん、はい、渡ったところ。はいはい、あ、そうなんですね、はい、ちょっと見てみようか。それかも居酒屋さん。居酒屋さんですね。わかんない、それは。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。ちょっと蕎麦屋さん行ってみましょう。ありがとうございます。食堂100万僕は閉まっとったもんね。あ、これ斜めに当たってる。うん。あ、そこの行く足でもいいよ。なんか、なんかちょっといい感じですね。ねえ。じゃあこれで博多に七八だったらまた夜食食うかもしれんけど。そうですね。何でしょうかね。まあまあ、じゃあちょっと。食べよっか、軽く。ヒレカツ定食みたいなの食べたいな。じゃあここやったら紹介してくれるかもしれんね。そうですね。オムライスもいいですね。じゃあここに行きましょうか。結構バッツリやん。じゃあ止めるよ。カツカレーいいな。はい、5回戦目の後半、はい、行きたいと思います。はい、お願いします。お、4、もう悪くないですね。悪くないですね。出やすいですかね、違う。最高やった。あー、微妙なところが。12 よし、12行こう。はい、じゃあ行くよ。はい、じゃあ12は、スペースバールですかね。はい、じゃあスペースバール行きましょう。